司法国立音訳版ですデイジーでお聞きになりたい方は国立中央図書館にお問い合わせください声の司法国立6月5日号第1123号学び挑戦し続ける街共に歩み続ける街培い育み続ける街文教都市国立平成28年 2016年毎月5日20日発行編集発行国立市役所政策経営部郵便番号186-8501東京都国立市藤見台2-47-1代表電話042576-2111ファクス042576-0264 国立市の人口と世帯平成28年5月1日現在の人口と対前月比男3 6902人69人増女3 8336人115人増計7万5238人184人増世帯数 36,677世帯211世帯増丸の中に入る文字は何でしょう丸は6つです市民の皆さんと健康増進課保健事業係が共同で作っている市内のマップ健康〇,〇〇〇〇〇マップは市役所ほか市内施設で販布しています市長室広報担当 目次6月21日を国立平和の日とします1ページ税年金平成28年度市都民税納税通知書を6月10日金曜に発送します税年金平成28年度年金支給額のお知らせ市 7月の参議院選挙から適用される選挙制度改正の主な内容について税年金6月30日木曜は市都民税普通徴収第1期の納期です2ページ環境国立市循環型社会形成推進基本計画に基づく各事業の実施状況に対する市民の方のご意見を募集します環境 資源回収推進奨励金第1期分交付申請締め切り日のお知らせ。市・第1回総合教育会議を開催します。傍聴課市・保育審議会答申を受けました。市・国立市企業誘致促進事業、指定企業第14号を指定しました。市・平成28年国立市議会 第2回定例会を開催します。傍聴科。環境、放射能測定状況についてお知らせします。市・国立市特別職職員報酬等審議会委員を募集します。市・図書館の雑誌に広告を掲載していただく企業等を募集します。有料広告一件。四方国立の有料広告募集中。三ページ。 防災防犯、対外注意喚起、連載企画。地震などの災害に備え、注意事項や役立つ情報を、今後から6回連続でご紹介していきます。第1回、突然の地震、その時のために。防災防犯、立川消防署からのお知らせ。6月5日日曜から11日土曜は、危険物安全週間です。防災防犯、 地区防災・まちづくり事業の対象地区を募集します。環境雨水浸透トマス設置助成金交付制度のご案内。環境国立市環境ネットワークパネル展を開催。防災・防犯ペットの避難生活を考えよう、パート3を開催。参加費無料、申し込み不要。防災・防犯 6月1日水曜から30日木曜は浸水対策強化月間です「浸水ゼロ安全・快適・下水道」「交通・国っ子ミニ・増発のお知らせ」「旧国立駅舎」「旧国立駅舎再築物語」第8話「国立学園都市の都市計画の特徴」「箱根土地の開発手法の特色」 マイナンバーカーーカドの交付付予約を受け付けています4ページ子ども児童手当特例給付児童育成手当子ども医療費助成制度に関するお知らせ子ども国立私立学校通学区域に関する規則に基づく指定学校変更に関する内容が一部変更となります子ども6月の冒険遊び場のお知らせ 子供、園庭開放、遊ぼう会、大きくなあれ、身体測定開催、参加費無料子供、地域で子育て、仲間づくり、ヤホ地域の親子集まれ開催、参加費無料5ページのワイワイ畑体験シリーズ、参加者募集健康、6月は食育月間 毎月日日は食育の日です。イベント平成28年度国立市青少年国内交流事業「飛び出せ国っ子」平和への祈りを込めて長崎市へ届ける折り鶴を作りませんかイベント短冊に願いを込めて七夕飾りを作ろう参加費無料健康マシンで筋力アップ教室 1月規制・8月規制募集環境紙ゴミは可燃ごみと分けて資源ごみの日、水曜日に出しましょう。毎月5日はレジ袋納税です。6ページお知らせ11件審議会等情報2件7ページ福祉高齢1人で抱え込まないで まずは福福窓口へご相談ください。あなたの悩みを伺い、一緒に解決の道を探します。子供、地域で子育て親育て、子供家庭支援センター編、ママによるママのためのご褒美祭りを開催しました。脳、見て触れて味わって、国立脳の体験記城山里の家をもっと活用しよう。 8ページ目次、終わり6月21日を国立平和の日とします。市では、平和への意思を広く発信していくため、平成12年6月に国立市平和都市宣言を制定し、10年目にあたる平成22年に平和市長会議に加盟しました。平和都市宣言の理念に基づき、 市民の暮らしと命を守る町を実現するために平和都市宣言の告示日である6月21日を国立平和の日として制定しますまた6月21日から1週間を平和推進週間と定め次年度以降平和イベント等を行っていきます本年度は下記のとおり6月18日土曜に制定記念セレモニーを開催します 写真があります。この記事の背景に、1ページの半分ほどを使った大きな写真です。キャプション市役所西側、平和記念の像の前には、毎年5月から10月に、アンネのバラが美しく咲きます。平和記念の像の男の子と女の子の周りに、今年もアンネのバラがたくさん咲きました。写真、終わり。アンネのバラは、 アンネの日記で知られるアンネ・フランクをしのんで、ベルギーの園芸家が作った新種のバラです。国立市では、平成12年に国立市平和都市宣言の記念植樹として、郷土文化館に3本の苗木が植えられました。現在は、市内の小中学校、市役所、市内施設等で毎年花を咲かせています。たち平和の日 制定記念セレモニーを開催。テーマ「私たちの日常と平和」参加費無料申し込み不要保育付き無料事前申し込み制手話通訳あり「制定記念セレモニー」のテーマは私たちの日常と平和です。日々の暮らしの中での平和を改めて実感し私たちが未来の平和に向けて何ができるのかを一緒に考えませんか 日時6月18日土曜午後2時から3時30分会場は午後1時30分場所市民芸術賞ーホール富士見台2-48-1直接会場にお越しください保育1歳以上の未就学児8名申し込み先着順保育を希望される方は6月7日火曜から13日月曜の間に 担当係へ電話またはメールでお申し込みください問い合わせ視聴室男女平等人権平和担当メールアドレス secunderbar shichoshitsu atmarkcity.kunitachi.tokyo.jp、ok、スマートフォンなどで読み取ると 申し込みメーールアドドレスがが表示されされれる QR コ記載ていますプログラム平和の日制定宣言市内の中学生による平和作文朗読原爆体験伝承者による語り国立市平和都市宣言及び憲法全文の軍読今後の平和への取り組みについて。 市平和都市宣言世界ではいまだに戦争が絶えず核兵器使用の脅威は依然として消えていません私たちは世界で最初の核被爆国の市民として世界の平和の実現のために努力していく責任がありますこの世に正しい戦争などというものはありません地球上にもうこれ以上の血を流してはなりません 私たちは改めてこれまでの戦争と暴力の中に倒れた多くの人々の悲しみと苦しみを思い自由で平和な世界の実現のために力を尽くします新しい千年期にあたり私たち国立市民は平和への強い意志を世界中の人たちに高らかに宣言します平成12年6月国立市 平成28年度市都民税納税通知書を6月10日金曜に発送します。第一期の納期限は6月30日木曜です。納税通知書がお手元に届きましたら、内容をご確認の上納期限までに納付をお願いします。平成28年度から適用されるシート民税の主な変更点。 住宅借入金等特別税額控除が延長されます。市都民税の住宅借入金等特別税額控除について対象期間が平成29年12月31日から31年6月30日まで1年6か月延長されましたふるさと納税都道府県市区町村に対する寄付金の拡充 1, 1特例控除額の上限の引き上げふるさと納税をした場合における市都民税の特例控除額の上限が下の表の通りに引き上げられました今日です改正前平成27年度以前平成26年12月31日以前に寄付した場合所得割額の10%改正後は 平成28年度以後平成27年1月1日以後に寄付した場合所得割額の20%表終わり2ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設確定申告が不要な給与所得者等が平成27年4月1日以降にふるさと納税をした場合に各寄付先の自治体に 寄附金税額控除に関わる申告特例申請書以下申告特例申請書を提出することで確定申告を提出することなく寄付金控除が適用される制度が創設されましたこの特例を受けた場合所得税控除分に相当する額は申告特例控除として翌年の市都民税所得割額から控除されますただし以下の場合には 特例の適用は受けられません確定申告の提出を要する場合、確定申告や市都民税申告を提出した場合、申告特例申請書を提出した自治体が6団体以上ある場合、隣国特例申請書に記載した住所地と寄付した翌年の1月1日の住所地が異なる場合、 平成27年1月から3月の間に寄付を行った方が寄付金控除の適用を受ける場合4月以降に寄付した分も含めて確定申告を行う必要があります公的年金からの特別徴収制度の見直し1仮徴収税額の算定方法の見直し年間の特別徴収税額の平準化を図るため 仮徴収税額の計算方法が下の表の通り改正されましたこの改正により市と民税の年税額が増減することはありません実際の改正による算定方法の影響を受けるのは平成29年4月分の仮徴収税額からです表です現行改正後いずれも 仮徴収税額の期間は、4月、6月、8月。本徴収税額の期間は、10月、12月、翌年2月です。まず、現行制度では、仮徴収税額期間は、前年度2月の徴収額と同じです。本徴収税額期間では、年税額から仮徴収額を引いた額を3で割った額が、各期に徴収されます。 続いて改正後仮徴収税額期間は前年度分の年税額割る ÷2 をさらに3で割った額が各期に徴収されます本徴収税額期間の計算方法は現行と同じく年税額から仮徴収額を差し引き3で割った額が各期に徴収されます表終わり2 転出・税額変更の場合の特別徴収継続、公的年金からの特別徴収対象者が他の市町村に転出した場合や、特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収、納付書による納付方法に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。 1>, 1月1日から3月31日に転出した場合は同年9月30日までの期間4月1日から12月31日に転出した場合は翌年の3月31日までの期間それぞれ特別徴収が継続されます年度途中の税額変更は12月分2月分の徴収額を調整することで特別徴収が継続されます 市都民税に関してお問い合わせの多い項目についてお答えします市都民税の控除額と所得税の控除額との違いがありますか市都民税は地方税法により控除額が規定されており各控除額は一部を除き所得税とは異なります例えば基礎控除は所得税では38万円 シート民税では33万円となります他市と比べて国立市の市都民税は高いのですか市都民税の税額は地方税法に基づき算出しているので計算方法は全国どこでも同じです税率も地方税法で標準税率が定められているため財政上など特別な理由がある市区町村を除き 国立市をはじめとするほとんどの市区町村では標準税率で課税しています。多方の市都民税はどうなりますか？市都民税は毎年1月1日、現在住所のある方に対して課税されます。そのため、平成27年中に亡くなられた方は平成28年度市都民税は課税されませんが。 平成28年1月2日以降に亡くなられた方は全額課税となります問い合わせ課税か市民税係平成28年度年金支給額のお知らせ国民年金の年金額は賃金物価等の変動に応じて改定されますしかし平成28年度の年金額は物価が0.8%増 賃金が0.2%減の変動となったことを踏まえ、物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度と同じ金額となります。ただし、被用者年金一元化法、平成27年10月施行により、波数処理が変更になったため、月額で数円の増減が生じます。平成28年度の年金額による支払いは、 4月分の年金が支払われる6月からです。端数処理の変更について、これまでの100円未満の死者誤入から1円未満の死者誤入に変更になりました。表です。平成28年度の年金額、年金種別ごとに年額と月額を言っていきます。老齢基礎年金満額年額78万100円。 月額6万5008円障害基礎年金1級97万5125円8万1260円障害基礎年金2級78万100円6万5008円遺族基礎年金個1人100万4600円 8万 3, 円内訳として基本額78万100円6万5008円加算額22万4500円1万8708円第3子以降の加算額は7万4800円です老齢福祉年金39万9700円 3万 3, 円票終わり問い合わせ立川年金事務所電話5230352または市役所市民課国民年金係7月の参議院選挙から適用される選挙制度改正の主な内容について1 選挙権年齢が18歳ままで引き下げられました2、新しく有権者となる18歳、19歳の方が市外に転出しても、国立市で住民登録期間が3か月以上あり、市外に転出後4か月を経過していない方は、国立市でみなし登録、表示登録を行い、投票することができるようになりました。3投票所に同伴できる子どもが 満18歳未満まで拡大されました四、期日前投票所の開設時間を最大2時間の間で繰り上げまたは繰り下げることができるようになりました五、共通投票所を設置することができるようになりました問い合わせ国立市選挙管理委員会5月30日木曜は 市都民税普通徴収第一期の納期です。六月の夜間日曜納税窓口。場所はいずれも市役所一階十二番窓口です。夜間納税窓口は六月十四日火曜から十七日金曜の午後八時まで。日曜納税窓口は六月二十六日日曜午前九時から午後四時三十分です。納期限内であれば。 コンビニエンスストアで納付ができます一件三十万円まで納期内納税にご協力ください収納課管理係国立市循環型社会形成推進基本計画に基づく各事業の実施状況に対する市民の方のご意見を募集します国立市循環型社会形成推進基本計画 平成18年度から27年度に基づく各事業の平成27年度の実施状況について評価案を作成しましたのでこれについてご意見をお寄せくださいいただいたご意見は個人が特定できない形で行政による評価案と合わせてごみ問題審議会による審議の参考とさせていただきますなおいただいたご意見に対する個別の対応はしませんのでご了承ください 閲覧場所市ホームページ市役所1階情報公開コーナー北市民プラザ北3-1-19号棟南市民プラザ泉2-3-21号棟公民館中1-15-1中央図書館富士見台2-34提出方法市ホームページ及び各閲覧場所にある意見提出用紙にご記入の上 担当係窓口へ持参郵送ファックスまたはメールでご提出ください提出期限6月20日月曜午後5時まで問い合わせ郵便番号186-8501富士見台2-47-1ごみ減量化清掃係メールアドレス s e c g o m i g e n r y o @city.kunitachi.tokyo.jp 時限回収推進奨励金第1期分交付申請締切日のお知らせ。第1期分の奨励金を受けようとする登録団体は、次元回収推進奨励金交付申請書に回収業者が発行する取引伝票を添えて。 6月30日木曜までに担当係へ提出してください問い合わせごみ減量課清掃係会回総合教育会議を開催します傍聴課市長が主催し市長と教育委員会とが教育施策について話し合う今年度1回目の総合教育会議を開催します議題今後の教育施設整備の在り方について 日時、6月28日火曜午後1時から3時予定。場所、市役所1階、東臨時事務室。問い合わせ、教育総務課、教育総務係。保育審議会答申を受けました。5月12日に国立市保育審議会より、国立市保育審議会答申が佐藤和夫市長に提出されました。 答申は、公立保育園の民営化についての基本的な考え方、公立保育園の民営化の方法について、及び提言で構成されています。答申の内容については、市ホームページに掲載しています。写真があります。キャプション佐藤和夫市長、左に答申を手渡す審議会会長の新海義美さん、右。写真、終わり。問い合わせ 児童・青少年課保育・幼稚園係国立市企業誘致促進事業指定企業第14号を指定しました指定企業三つ電機株式会社事業施設国立テクニカルセンター泉4-8-10平成28年4月20日指定企業概要 特殊防音電源車の製造・販売・レンタル・リース変圧器の製造や電源車の製作・組み立て等を行う新棟を建設したことにより指定企業第14号として指定証を交付しました詳しくは市ホームページをご覧ください写真がありますキャプション三つ電機株式会社の吉川信司代表取締役右と佐藤和夫市長左 写真、終わり。問い合わせ、企業誘致推進本部事務局、産業振興課内、直通電話、576-2182。平成28年国立市議会第2回定例会を開催します。傍聴課。第2回定例会は、6月6日月曜から始まる予定です。本会議及び常任委員会は、 どなたでも傍聴できますまたインターネットでも中継します生中継録画録画配信は約3日後になります土曜日曜祝日を除く写真がありますキャプション国立市議会の議場写真終わり問い合わせ議会事務局庶務調査係書の測定状況についてお知らせします 学給食、食材等について4月8日から4月28日に給食センターが行った飲用牛乳小中学校提供給食の放射性物質の測定結果はいずれも放射性物質は検出されませんでしたまた外部測定機関株式会社同位体研究所での測定結果は下の表のとおりです表です測定機関 株式会社同位体研究所、単位ベクレルキログラム測定対象の放射性物質は放射性要素要素131放射性セシウムのセシウム134とセシウム137です測定日ごとの品目は4月11日4月8日飲用牛乳干し椎茸、マッシュルームカットウインナー調理用牛乳 昆布粉末、4月25日4月22日飲用牛乳ブリだまこ餅緑茶測定の結果はいずれも検出せず表終わり問い合わせ給食センター電話572-4177国立市特別職職員報酬等審議会委員を募集します 特別職職員報酬等審議会とは,職職会とは市長の諮問に応じ各種審議会委員、市議会議員等非常勤の特別職職員の報酬の額や市長等常勤の特別職職員の給料の額について審議するためのものですこのたび次のとおり本審議会の委員を公募しますぜひご応募ください 募集人員1名任期8月1日月曜から平成30年7月31日火曜報酬会議出席1回につき9100円応募資格市内在住の方国立市職員嘱託員及び臨時職員を含む国立市議会議員他の審議会の公募市民委員の方は応募不可 応募書類、1住所氏名電話番号を記入したもの2委員応募の動機を800字程度にまとめたもの様式は自由です3市内在住であることを確認できる書類の写し提出された応募関係書類は返却しませんのでご了承くださいまた当選考以外には使用せず個人情報として適切に保管処理します 応募方法7月1日金曜までに応募書類を郵送または持参により担当係へご提出ください郵送は当日消し印有効持参は7月1日金曜午後5時15分まで選考方法書類による資格審査および論文により審査します問い合わせ郵便番号186-8501 富士見台2-47-1職員課給与構成係図書館の雑誌に広告を掲載していただく企業等を募集します図書館では平成28年度より企業等の皆様に図書館雑誌の購入代金をご負担いただくことによりその提供雑誌に広告主名等を重複する事業を開始します 図書館事業を支援する地域及び社会貢献活動としてご協力をお願いします詳しくは市または図書館ホームページをご覧の上お申し込みください申し込み用紙はどちらのホームページからもダウンロードできます問い合わせ郵便番号186-0003士見台2-34中央図書館電話576-0161 企業広告が1件3ページ下段左側にあります5月19日から22日熊本復興支援ボランティアに行ってきました水回りのリフォーム修理はお任せください増圧直結体験トイレエアコン交換設置赤ちゃんフラット水空気熱快適環境を創造する日報設備株式会社 フリーダイヤル0120546666郵便番号1860003東京都国立市富士見台3322午前10時から午後5時休業日は日曜祝日ほか駐車場あり地方国立の有料広告募集中市内全戸約4万部発行 カラー4色は1枠3万5千円モノクロ黒色のみは1枠2万5千円申し込み問い合わせ視聴室広報担当災害注意喚起連載企画。地震などの災害に備え注意事項や役立つ情報を今後から6回連続でご紹介していきます第1回「突然の地震」 その時のために地震はいつ襲ってくるか分かりません地震が発生した際どのように行動するかを日頃から考えいざという時に慌てず落ち着いて行動できるようにしましょう写真がありますキャプション熊本県益城町内の被害状況撮影国立市職員建物が大きく壊れ一部が道路に落下しています また倒れかかった建物により鉄の先がぐにゃりと曲がっています写真終わり震発生時の行動揺れを感じたらまず身の安全を最優先に行動する物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない空間に身を寄せ揺れが収まるまで様子を見る屋外で揺れを感じたら ブロック塀などには近寄らない地震直後の行動出火時には火元を確認し落ち着いて消火する窓や戸を開け避難ができるよう出口を確保する屋内で転倒落下した家具類やガラスの破片などに注意する靴やスリッパを履く揺れが収まってからの行動 テレビやラジオ、行政などから正しい情報を得る家を出る前にブレーカーを落としガスの元栓を閉めてから避難する自宅の安全を確認後近隣の安否を確認する倒壊家屋や店頭家具などの下敷きになった人を近隣で協力し救出・救護する国立市防災マップについて。 市役所1階の防災安全課及び市ホームページで入手できます問い合わせ防防防災災安全課防災消防係立川消防署からのお知らせ6月5日日曜から11日土曜は危険物安全週間です危険物ルールを守って安全に作者山口泰さん 新宿区在学私たちの身の回りには使用方法等を間違えると火災を引き起こす物質危険物を含む製品がたくさんありますその危険性を意識せずに使用したことで火災が毎年発生しています職場や家庭内においては危険物を含む製品の使用上の注意事項をよく読むなど身の回りにある危険物の正常および 正しい使用方法を十分に理解し事故を防止しましょうガソリンを取り扱う際の注意これからの時期、花火大会など屋外のイベントが多数開催され発電機用燃料等としてガソリンを使用する機会が増えますガソリンを扱う際には次の事項に注意しましょう 1. のある場所では使用・保管しない2、換気の良い場所に保管する。3、冷暗所に保管する。4、試験に合格した蛍光管を使用する。問い合わせ立川消防署、電話5 2 6 0 1一9地区防災まちづくり事業の対象地区を募集します。市では 皆様の居住地や商店街など一定の広がりを持った地区において災害の予防応急対策を総合的に進め災害に負けない安全な生活環境をつくっていきたいと考えていますこのため市と協力して地区防災計画書を策定し家庭、通り地区における防災対策の実施や居住者の啓発活動などについて 積極的に取り組んでいただける地区市内の自治会町会団地商店会そのほか一定の広がりを有する任意の地区事前に本事業に取り組む体制を有していることが必要です事業期間策定後2年から3年の実施を予定内容地区の現況把握 防災マップ作成地区防災計画の策定防災まちづくり事業の企画実施申し込み6月24日金曜までに地区の意向連絡先を担当係へ電話または直接お伝えください後日打ち合わせをお願いすることがあります申し込み多数の場合は話し合いにより取り組み方法等を決定します問い合わせ 防災安全課・防災・消防係雨水浸透マス設置助成金交付制度のご案内市では下水道管に流れ込んでしまう屋根雨水を抑制するために雨水浸透マス設置助成制度を設けています雨水浸透マスとは屋根に降った雨水を下水道に流さず地下に浸透させるためのものです 雨水を地下に浸透させることで湧き水など自然環境の保全を図ることができます対象市内にある既存建物新築・増改築または仮設されたものは除くを所有される方または所有者の同意を得た方休憩斜地や擁壁上部地下水が地表から深さ1メートル以内の地域 住居及び自然環境を害する恐れがあるなどの地域は除きます1基あたりの助成金額は内径25センチメートルで29,000円内径30センチメートルで34,000円内径35センチメートルで48,000円制度内容や工事に関することなど詳しくは担当係へお問い合わせください問い合わせ道路下水道か 下水道業務係新たち市環境ネットワークパネル展を開催市内で環境活動を行う団体の取り組みを紹介したパネル展を開催します市内の桜の木を再利用したベンチや身近な生き物の写真など各団体の活動を紹介する予定です市役所にお越しの際はぜひご覧ください日時 6月20日月曜から24日金曜場所、市役所1階西側市民ロビー問い合わせ、環境政策課、環境政策係ペットの避難生活を考えようパート3を開催参加費無料、申し込み不要もし災害にあって避難生活になったらペットを守るために日頃の心がけ 事前準備など動物救護の立場からペットの避難生活についてアドバイスをいただきますまた市の取り組みの紹介をはじめ犬のけがなどの応急処置の講習も予定していますペットを飼っている方も飼っていない方もぜひご参加ください講師磯陽一氏東京都獣医師会危機管理室防災セクション長防災安全課防災担当 日時、6月19日日曜午後2時から4時場所市役所3階第1第2会議室直接会場へお越しください災害に備えご不要になった折りたたみ式掲示、清掃済みをお譲りくださる方は担当係までご連絡ください問い合わせ防災安全課防災消防係 6月1日水曜から30日木曜は浸水対策強化月間です浸水ゼロ安全・快適下水道東京都下水道局では雨季に向かう6月を浸水対策強化月間と定めています下水道施設の安全性の確保と都民の皆様の防災意識の向上を図る取り組みを行っていますまた東京の雨が一目でわかる 東京アメッシをインターネットで公開していますホームページ http コロンスラッシュスラッシュ www.gesui.metro.tokyo.jp スラッシュ問い合わせ東京都下水道局流域下水道本部電話五二七の四八二八または市役所道路下水道課 下水道業務係国っこミニ増発のお知らせ6月1日水曜からコミュニティワゴン志向運行国っこミ青柳ルートの始発便が八川駅から運行していますジョナサン前の9番八川駅停留所の発車時刻は午前7時30分です青柳地域への通勤などにご利用くださいなお 13番「武蔵野の道停留所」以降の時刻はこれまでと同じです問い合わせ交通課交通係国立駅舎再築物語第8話国立学園都市の都市計画の特徴箱根土地の開発手法の特色国立学園都市を開発した箱根土地株式会社以下 箱根土地の開発手法はとても面白いものでした国立学園都市と同時期に開発された東京の他の郊外住宅地の手法と比べるとその違いがはっきりします箱根土地以外の企業は起伏のある土地に小規模の開発を行っていたのに対し箱根土地は平坦な土地に大規模な開発を行い街路を五番の目のように廃した街を作っています また箱根土地以外の企業は変化に富む景観や町のまとまりを重視したのに対し箱根土地は明快な景観や町の広がりを重視しています田園調布と比較するとその違いは明確です国立学園都市はどの外区も同じように作られ福音の広さなどの街路の階層構造がはっきりとし ランドマークとして旧国立駅舎が作られたことなど、とてもわかりやすい町となっています。他の学園都市と比較しても、大学を町の中心に据え、象徴的な存在として位置づけている点が特徴的です。国立駅舎の内観写真等を探しています。大正十五年当時の旧国立駅舎の内観。 室内等を撮影した写真を募集し旧国立駅舎再築事業の資料として役立てたいと考えています資料をご提供いただける場合は担当係までメール・ファクス・電話等でご連絡をお願いします問い合わせ国立駅周辺整備課国立駅周辺整備担当メールアドレス s e c u n d e r b k u n i s e i b i c i, i c i t y d o t k u n i t a c h i d o t t o k y o d o t j p マイナンバーカードの交付予約を受け付けています。市ではマイナンバーカードの交付準備が完了した方から順番に受け取りのご案内を通知しています。また マイナンバーカードの交付につきましては、事前予約となっています。まだ受け取られていない方は、ご案内に記載しているマイナンバーカード予約電話番号にご連絡ください。問い合わせ、市民課・市民係。児童手当特例給付、児童育成手当、子ども医療費助成制度に関するお知らせ。 現況届について児童手当特例給付、児童育成手当を受給している方受給資格の確認のため、現況届の提出が必要になります対象となる方には、現況届の用紙をお送りしますので受付期間内に必ずご提出ください受付日時6月6日月曜から17日金曜午前8時30分から午後5時 土曜日曜日日を除く受付場所1市役所1階正面玄関向かいのエレベーター脇臨時窓口2北市民プラザ北3 1 1 9号棟南市民プラザ泉2/3/21号棟2は取り次ぎのみとなります現況届は郵送でも提出できます郵送料は自己負担となります また、不着時については責任を負いかねますのでご了承ください児童手当特例給付児童育成手当の振り込みについて平成28年2月から5月分の児童手当と児童育成手当は6月中に指定された金融機関の口座に振り込みますマルニュー・マルコ医療証をお持ちの方 入院時子ども医療証をお持ちの方です公募等により受給資格を確認できない方のみ現況届の提出が必要になります提出が必要となる方には現況届の用紙をお送りしますので受付期間内に必ずご提出ください引き続き対象となる方には9月末に新しい医療証をお送りします表を2つ読みます 平成28年6月分からの児童手当特例給付、児童育成手当及び平成28年10月からの子ども医療費助成制度は、平成28年度、平成27年分の所得額等で判定をします。基準となる所得額とは、平成27年中の総収入額税込みから給与所得の場合は給与所得控除額を、 事業所得などの場合は必要経費をそれぞれ引いた額からさらに表2の所得控除額を引いた額です表1平成28年度所得制限限度額扶養親族等の人数ごとに児童手当と子ども医療費助成制度の限度額児童育成手当の限度額を言っていきますまず、例人の場合、児童手当、 子ども医療費助成制度の限度額は622万円、児童育成手当の限度額は360万4000円、続いて1人、660万円、398万4000円、2人、698万円、436万4000円、3人、736万円、 4, 万 4, 円4人目以降はいずれも1人増すごとに38万円加算表1、終わり続いて表2、所得控除額社会保険料等控除相当額一律8万円老人控除対象配偶者老人扶養親族6万円児童育成手当は10万円特定扶養親族 19歳未満の控除対象扶養親族25万円これは児童育成手当のみです障害者・勤労学生家父・家父控除27万円特別障害者控除40万円特定家父控除35万円配偶者特別控除控除相当額これは児童育成手当のみです雑損医療費 小規模企業共済等掛け金控除は控除相当額、表2、終わり、問い合わせ、子育て支援課、手当・助成係、国立私立学校、通学区域に関する規則に基づく、指定学校変更に関する内容が一部変更となります。市内転居をされる方で 小学1年生から4年生のお子さんのいるご家庭の市内転居の変更期間の規則を改正しました学年末までとしていたものを卒業までとしすべての学年で最長卒業まで許可できるようになりました自由の式始まりの期日についても在学中の児童生徒に関しては時期を問わず指定学校の変更の申し立てができるよう改めました また、小中学・新一年生の場合は、就学通知書発行以降、変更の申し立てができます。現在、すでに市内転居を理由に、学年末まで指定校変更の許可を受けている小学1年生から4年生の児童も、卒業まで通学できるようになります。なお、すでに学年末までの許可を受けている児童の保護者の方で、学年末をもって指定校の変更を終了したい場合は、 在学している学校及び教育委員会への手続きが必要となります問い合わせ教育総務課学務保険係6月の冒険遊び場のお知らせ6月は毎週日曜日5日、12日、19日、26日に城山公園で開催します林の中ではいつものツリークライミングやネット登り、ハンモック、 タイヤブランコで遊べます広場では木工作や昔遊び積み木や滑り台などのちびっこ遊具を楽しめますかまどや七輪で温かいお昼ご飯作りもできます火でパンを焼こう竹の棒にパン生地を巻いて炭火で焼きます日時6月19日日曜午前11時から午後1時場所城山公園 5-21-1対象どなたでも参加できます幼児は保護者同伴店員先着50名費用100円雨天時の問い合わせは当日午前9時30分から担当の中山電話090-5432-9691までご連絡ください駐車場はありませんので自転車や徒歩でお越しください問い合わせ 矢川児童館電話5 7 5 3 1 7 8園庭開放遊ぼう会大きくなあれ身体計測開催参加費無料親子で園児と一緒のひとときを過ごしませんか内容日時場所申し込み先です仲良し保育園電話572-8011園庭遊び 6月28日火曜午前9時30分から11時矢川保育園電話575-3177園庭遊び6月10日金曜午前9時30分から11時西保育園電話576-7217ドロンコ遊び6月15日水曜午前9時30分から11時 園庭開放「大きくなあれ」は6月22日水曜午前10時から11時22日水曜は「大きくなあれ」身体計測を行います希望される方は母子手帳バスタオル冷歳児替えを持つ等をご用意ください東保育園電話572-8555「園庭遊び」6月21日火曜午前9時30分から11時 園庭遊び大きくなあれは6月28日火曜午前9時30分から11時28日火曜は大きくなあれ身体計測を行います希望される方は母子手帳バスタオル冷歳児替えおむつ等をご用意ください6月は仲良し保育園と矢川保育園は身体計測を行いません定員就学前のお子さんと保護者15組申し込み先着順 子育て相談も行っています。申し込みは、月曜から金曜日の午前9時から午後5時に、各保育園へ電話でお申し込みください。地域で子育て・仲間づくりヤホ地域の親子・集まれ・開催参加費無料ヤホ東集会所の和室で、0歳からのお子さんとママたちが集まって、おもちゃで遊んだり、情報交換の場として、 和やかに過ごしたりしていますお近くにお住まいで室内の遊び場を探している方ぜひご参加ください手遊びや絵本の読み聞かせもします一緒におしゃべりしましょう日時6月23日木曜午前10時から11時30分場所ヤホ東集会所ヤホ135-1対象ヤホ東集会所の近くにお住まいで 0歳から未就園のお子さんとその保護者、申し込み参加をご希望される方は担当係まで電話でお申し込みください。当日の参加も受け付けます。問い合わせ子ども家庭支援センター電話573の0192。ワイワイ畑体験シリーズ参加者募集。 市内の畑で、収穫体験や採れたて野菜の試食ができるイベントです。太陽をたっぷり浴びて育った夏野菜を収穫し、その場で味わってみませんか。1. ズッキーニ収穫体験日時、6月15日水曜午前10時から正午集合場所、四犬崎公園、八川3-10-1店員20名、申し込み先着順 費用、1人500円3歳以上当日集金申し込み城山里の家へ電話でお申し込みください申し込み期限はありません駐車場はありません 2, 2トマトきゅうり収穫体験日時17月2日土曜27月9日土曜37月16日土曜の いずれも午前10時から正午集合場所城山里の家泉5-21-20駐車場はありません定員20名申し込み多数字抽選費用1人1000円3歳以上当日集金申し込み6月25日土曜筆着までに城山里の家へ往復はがきまたはメールで1トマトきゅうり収穫体験 2参加希望日3参加者全員の氏名年齢4代表者の住所5代表者の電話番号を明記の上お申し込みください写真がありますキャプション昨年の収穫体験の様子大人の背丈ほどに育ったキュウリの木枯れかけた大きな葉がついています親子連れで収穫しています写真終わり問い合わせ 城山里の家。郵便番号一八六の零零一二。泉五の二十一の二十。電話五零五の五一九零。メールアドレス。S A T O N O I E。アットマーク。C I T Y ドット。K U N I T A C H I ドット。T O K Y O ドット J. P.。Q. R. コードも記載されています。 6月は食育月間毎月19日は食育の日ですバンスよく食べましょう1日3回毎食に主食1品副菜1品から2品主菜1品を揃えてみましょう牛乳乳製品果物は朝食やおやつタイムにとりましょう副菜で野菜きのこ芋海藻を1日5皿 1>, 1皿あたり約7 0グラム以上を摂るように心がけましょう。野菜を積極的に摂りましょう。外食が多い方や一人暮らしの方は、野菜が不足しがちです。野菜が苦手な方は100、100%の野菜ジュースを上手に取り入れることで補うことができます。また、電子レンジを使うと調理が簡単です。 気になる方はご相談ください食事の量や内容健康についての相談は成人栄養保険相談個別相談予約制をご利用ください日程や時間については担当係までお問い合わせください問い合わせ健康増進課保健事業係保健センター内電話572-6111 直バランスガイドについてホームページ http コロンスラッシュスラッシュ www.maff.go.jp スラッシュ j スラッシュ ba lance g u i d e スラッシュ食事バランスガイドは厚生労働省と農林水産省の共同により 一日分の食事の望ましい組み合わせとおおよその量をイラストで示したものです平成28年度国立市青少年国内交流事業飛び出せ国っこ平和への祈りを込めて長崎市へ届ける折り鶴を作りませんか子ども長崎派遣平和事業で長崎を訪問する市内の子どもたちが 平和の祈りを込めて折った折り鶴を長崎市の原爆資料館へ届けます。市役所一階ロビーに折り紙と折り鶴を入れていただく箱を設置しますので、折り鶴を作るご協力をお願いします。より多くの方のお気持ちを届けるため、市役所ロビーで折っていただくようにお願いします。持ち込みの場合は7.5センチメートル ×7.5 センチメートルの折り紙で。 お一人十パまででお願いします。期間六月十五日水曜から七月十五日金曜土曜日曜日は除く。問い合わせ児童青少年課児童青少年係。短冊に願いを込めて棚田飾りを作ろう参加費無料。棚田飾りを作り短冊に願い事を書いて笹に吊るします。 笹は一枝お持ち帰りできます日時7月4日月曜午後2時30分から4時場所北市民プラザ第1第2会議室北3の1の1 9号棟講師立田和江氏武井妙子氏対象市内在住のお子さん3歳以上と保護者の方定員お子さんと保護者合わせて30名申し込み先着順 持ち物、ハサミ、ケースなどに入れてご持参ください申し込み6月9日木曜午前10時より下記へ電話または窓口へお越しください問い合わせ北市民プラザ図書館電話580-7220「県で筋力アップ教室7月規制、8月規制募集」 指導員の下で行う3ヶ月間の運動プログラムですトレーニングマシンを使用した教室で初めての方、体力に自信のない方でも安心してご参加できます内容、体力測定体操やトレーニングマシンを使った運動栄養士による講話、個別相談日時、1.7月から9月の毎週月曜コースまたは毎週木曜コース いずれも午前10時から11時30分28月から10月の毎週月曜コースまたは毎週木曜コースいずれも午前10時から11時30分場所南市民プラザトレーニングルーム泉ずみ2-3-21号棟対象65歳以上で要介護の認定を受けておらず運動制限のない方申し込み後 チェックリストを実施させていただき予防が必要と認められた方定員各コース5名定員を超えた場合は初めて参加される方優先費用1000円初日に集金申し込み6月7日火曜より担当係へ電話または直接お申し込みください平日午前9時から午後5時問い合わせ高齢者支援課地域包括支援センター 市役所内紙ごみは可燃ごみと分けて資源ごみの日水曜日に出しましょう市で出されるごみのうちおよそ7割は可燃ごみでそのうちおよそ3分の1は紙ごみです包装紙紙箱紙袋紙封筒はがきメモ用紙使い終わったカレンダーやポスターなど分別すれば ほとんどの紙ごみは再生紙としてリサイクルすることができます。かさばる紙類を分別することで、水分の多い生ごみなどが入った可燃ごみの袋がすっきりするという効果もあります。紙ごみは可燃ごみと分けて、資源ごみの日、水曜日に出していただくようお願いします。紙、その他の紙は紙袋に入れて出していただくと、袋ごとリサイクルできます。 市役所ごみ減量化窓口でも古紙回収紙袋を無料配布していますのでご利用ください金属やプラスチック等の付属品は取り除いてくださいシュレッダー紙は飛散しないようにビニール袋に入れてください新聞紙折り込みチラシ含むは新聞販売店にお返しください牛乳パックなど販売店で回収している場合はそちらにお返しください 書籍等は買い取ってもらえる場合もありますので、古書店等をご利用ください。段ボール、書籍、雑誌類は紙紐で十字に縛って出してください。次のものは再生紙としてリサイクルできません。混ざると他の紙ごみもリサイクルできなくなりますので、可燃ごみとして出してください。使い終わったティッシュペーパー、油などの汚れがついた紙、 宅配便などの副写伝票レシートやファクス専用紙などの観熱紙アルミコーティングされた紙パック写真などの観光紙靴やカバンの詰め物に使われている紙消火転写紙問い合わせごみ減量化清掃係毎月5日はレジ袋ノーデーです。お出かけの際にはマイバッグを持参しましょう。 問い合わせゴミ減量化清掃係お知らせ都民住宅東京都志向型入居者募集募集住宅空き家抽選募集抽選募集を行う住宅以外の空き家のある住宅についてはインターネットにて募集を行います都民住宅は 中堅所得者向けの賃貸住宅で仲介手数料、礼金、更新料は必要ありません募集申込書の配布期間6月1日水曜から10日金曜配布場所市役所市民課窓口は平日午前8時30分から午後5時市役所警備室は平日午後5時から10時と土曜日曜日北市民プラザ 北3-1-1-9号棟は午前8時30分から午後7時、火曜日は午後5時まで、土曜日曜日は午前9時から、南市民プラザ、いず2の3の2、1号棟は、午前9時から午後7時、火曜日は休館、配布期間中に限り、下記のホームページからもダウンロードできます、最終日は午後6時まで。申し込み 郵送で6月15日水曜までに問い合わせ先へ届いた申込書に限り受け付けます。問い合わせ東京都住宅供給公社都営住宅募集センター電話零三三四九八の八八九四土曜日曜日は除くホームページ h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w ドット d o ハイフン kousya.or.jp スラッシュ市民課・市民係保健センター保健師・嘱託員及び臨時職員募集募集1・嘱託員1名2・臨時職員2名資格1・保健師資格を有する65歳未満の方で土曜・日曜日の勤務が可能な方 2は保健師資格を有する方勤務内容1は母子成人の健診および健康教室等の事業運営等2は母子健診の問診計測診察介助育児相談成人保険相談特定保険指導報酬賃金1は時給1670円2は時給1650円 いずれも交通費別途支給、1は社会保険加入勤務期間、1は8月1日月曜から平成29年3月31日金曜、更新なし2は7月1日金曜から更新あり勤務時間、1は週5日1日6時間2は週1日から2日程度1日4時間程度 勤務場所・保健センター申し込み6月30日木曜までに封筒に希望の採用区分1嘱託員希望2臨時職員希望を明記し履歴書写真調布に資格証明書の写しを添えて問い合わせ先へ郵送・必着またはご持参ください。平日午午前9時時から午後5時 2については締め切り後も受け付けますので担当係までご相談ください選考方法書類選考および面接問い合わせ郵便番号186-0003富士見台3-16-5健康増進課保険事業係保険センター内電話572-6111 学童保育所臨時職員登録者募集市内の学童保育所において臨時職員として勤務できる方の登録を常時募集しています登録された方から必要に応じて採用します勤務内容学童保育補助賃金有資格者は時給1030円無資格者は940円いずれも交通費別途支給勤務時間 放課後の子供がいる時間帯、土曜日および学校休業日春夏冬休みの午前8時から午後7時1日7.5時間以内ただし各学童保育所において必要に応じた勤務時間になります勤務場所市内の学童保育所申し込み履歴書写真調布に 保育士または教員資格をお持ちの方は資格証明書の写しを添えて問い合わせ先へ直接ご持参ください日曜祝日を除く午前9時15分から午後6時郵送不可問い合わせ郵便番号186-0003富士見台2-38-5中央児童館電話575-3224嘱託員 臨時職員の応募書類は一切返却しません。また国立市嘱託員、臨時職員としての採用目的以外には使用せず個人情報として適切に保管・処理します介護職員初任者研修通学・受講生募集講習は期間6月16日木曜から8月29日月曜の月木土曜日。 20日間コースおおむね午前9時から午後5時場所ケアセンターやわらぎ研修センター立川市錦町2 6 2 3小川ビル2階実習は期間7月27日水曜から8月11日木曜のうち4日間場所立川市内及び近隣市の当法人事業所終了式 8月29日月曜、定員24名、申し込み多数字抽選、費用 56, 5 6995円、テキスト代含む申し込み、事業所にある申し込み用紙、または下記のホームページからダウンロードに記入の上6月9日木曜正午までに身分証等の写しと一緒に、お近くの事業所までご持参ください。問い合わせ NPO 法人ケアセンターやわらぎ電話523-3552ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ www.yawaragi.or.jp スラッシュ育て応援東京パスポート事業協賛店募集東京都では企業や店舗等が 子育て家庭、妊婦の方に対してさまざまなサービスを提供する子育て応援東京パスポート事業を10月から実施する予定です事業開始に先立ち6月1日水曜から協賛店等の募集を開始します子育て世帯、妊婦の方を応援したいとお考えの皆様ぜひご登録をお願いします登録方法等事業の詳しい内容については とホームページをご参照ください。問い合わせ、東京都福祉保健局、消費社会対策部、計画課。子育て応援事業担当。電話、零三、五三二零の四一一五。ホームページ。H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ、W. W. W. ドット。F. U. K. U. S. H. I. H. O. K. E. N. ドット。M. E. T. R. O. ド o ト。 t o k y o j p スラッシュ kodomo スラッシュ kosodate スラッシュ passport スラッシュ passport 数字 01.html 京都圏住宅何でも100等番無料電話相談開催 耐震対策、住宅リフォーム、介護のための住宅改修などについての無料電話相談をお受けします。日時平日午前9時から午後5時。問い合わせ東京都県一般労働組合府中国立支部電話零四二三六三の六五五四。鳥の定期検査を行います。 業務に使用する測りは、2年に1度の定期検査を受ける必要があります。今年度の調査は、7月5日火曜から14日木曜の期間の平日を予定しています。問い合わせ、東京都生活文化局計量検定所、電話03-5617-6638、生活コミュニティ課市民連携推進係、 多摩市民塾塾生募集講座内容「暮らしに生かす薬膳入門」「優しいアクリルが花を描く」など全16講座開校期間6ヶ月コースは10月から平成29年3月10ヶ月コースは10月から平成29年7月場所多摩交流センター府中市寿町1-5-1 府中駅北第二庁舎6階受講料3000円から1万円講座回数により受講料が異なります申し込み7月15日金曜当日消し印有効詳しくは募集案内パンフレットまたは下記のホームページをご覧ください問い合わせ多摩市民塾電話042335-0111ホームページ http://www.tama-//100.or.jp//UU <ッ>数字 j p U U クラブ・デイホーム事業参加者を追加募集健康体操やクラフト等の活動をします対象健康で自力通所が可能な65歳以上の市内在住の方で 1>, 1, 1人暮らしで家庭にこもりがちな方または2家族はいるが昼間は1人暮らしと同様な生活の方要介護認定を受けている方は除きます要支援認定を受けている方介護予防生活支援サービス事業対象者の方は自力での通所および活動への参加が可能な方に限ります場所福祉会館分室富士見台1-7 1> 1富士見台第一団地内は火水金曜日西福祉館、西2の17の32は火曜日東福祉館、東3の18の32は水曜日北福祉館、北2の19の1は木曜日募集人数各館若干名費用1日300円昼食代は含みません 期間7月から平成29年3月申請書の配布は福祉会館1階受付窓口土曜日曜祝日は除く問い合わせ国立市社会福祉協議会福祉事業課地域事業係デイホーム担当電話5 8 0の1 2 9 6地下土教室開催 モンスターを作ろう新聞紙で好きなキャラクターを作ります日時6月25日土曜午前10時から午後3時費用300円当日集金 2, 2第2回ミツバチがつなぐ夢ありがとう国立蜜源ガーデン市民養蜂家の方から 国立蜜源ガーデンでの蜜蜂とのの関わりの体験談をお聞きします国立蜜ガーデンで採れたはちみつとハーブティーもお楽しみいただけます日時7月3日日曜午後1時30分から3時30分講師飯田典子市市民養蜂家費用1000円当日集金定員30名申し込み先着順 共通事項場所 KF 町ドホール富士見台1711号棟申し込み問い合わせ先へ電話または下記のホームページからお申し込みください問い合わせ NPO 法人国立富士見台人間環境キーステーション電話573-1141平日午後1時から5時メールアドレス m a c h i i n f o g m a i l c o m ホームページ http://human-environment.com 通じ101スラッシュ 松市観光まちづくり協会イベント開催1親子で体験「クにニゃニんオリジナルバッグを作ろう」内容城山周辺のガイドウォークヤクルト本社周回遊歩道古民家などと自分だけのオリジナルクにニゃニんトートバッグを作ります近隣の農園にてじゃがいも玉ねぎ収穫体験もあります 1> 各1キログラム程度お持ち帰りいただけます日時6月12日日曜午前9時30分から正午小雨欠航公転中止の場合は前日までにご連絡します場所城山里の家泉5-21-20店員20名申込先着順費用2000円指導員費用トートバッグ材料費保険代 農作物収穫費用などを含む当日集金農作物収穫のみの場合は500円 2, 2国立日野共催ガイドウォーク本田家住宅と土方家菩提寺高畑不動紫陽花祭り校庭八帆駅本田家八幡天満宮城山里の家石田大橋 関殿寺東刊森土方歳三資料館ふれあい橋向島用水路高畑不動尊にて解散解散後紫陽花祭りを見学できます日時7月3日日曜午前9時30分から午後3時小雨欠航公典中止の場合は前日までにご連絡します場所集合は JR 八保駅改札南口の公園 解散は高畑不動産定員30名申し込み先着順費用1人2500円昼食弁当保険代入館料などを含む当日集金2共通事項申し込みは6月7日火曜より問い合わせ先へメールまたはファクスで住所氏名年齢連絡先を明記の上お申し込みください 問い合わせ国立市観光まちづくり協会電話5 7 4の1 1 9 9ファックス5 7 4の1 3 5 1メールアドレス info−kunimachi.jp 審議会等情報二21期 国立市社会教育委員の会定例会6月28日火曜午後7時から9時予定市役所1階東臨時事務室傍聴課問い合わせ障害学習課社会教育体育担当第1回総合教育会議6月28日火曜午後1時から3時予定市役所1階 東臨時事務室傍聴課問い合わせ教育総務課教育総務係1人で抱え込まないでまずは「福福窓口へご相談ください」あなたの悩みを伺い一緒に解決の道を探します市では自立相談支援機関「福福窓口」を開設してから今年で3年目を迎えました その間、ご相談者の経済的な問題や住まい就労健康など各種の複合的な問題や悩みについて共に考え地や他の機関のあらゆる制度やサービスなどへの橋渡しを行いながら多くの方の自立を応援してきましたまだまだなじみのない制度やサービスなどを含め福福窓口が行っている各種支援の一部をご紹介します 少しでも心配事がありましたらまずは窓口へご相談ください福福窓口の事業および他の機関の制度事業にはそれぞれ利用要件があります詳しくは福福窓口までお問い合わせください問い合わせ自立相談支援機関福福窓口市役所1階1番窓口相談専用ダイヤルは 平日午前8時30分から午後5時15分市役所の代表電話は「5 7 6の2 1 1 1福福窓口の事業」「失業して家賃が払えない」「住居確保・給付金の支給」「離職後2年以内の65歳未満の方に」 就職に向けた活動を行うことなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。ただし、上限があります。仕事がなかなか見つからない就労支援、就職に関する情報の提供、履歴書等の作成支援、模擬面接、レンタルスーツなど、個々の状況に応じた就労支援を行います。 家計のやりくりくくがうまくできない。家家計計相談支援。家計状況の見える化を行い収支のバランスを一緒に考えて自身で家計をよりよく管理できるように支援します働く自信がない就労準備支援65歳未満の方6ヶ月から1年間プログラムに沿って一般就労に向けた基礎能力を養いながら 就業に向けた支援を行います他の機関の制度事業仕事はあるけど住むところがなくて「東京チャレンジネット」就労しているが住まいを失った方などに対して生活や住居就労の相談を行うとともに一時住宅の利用その後の入居費用などに必要な資金を貸し付けます。 借金が加算で支払えない無料法律相談市で行っている無料法律相談のほか経済的に余裕のない方のために無料法律相談や弁護士費用の立て替え制度のある法テラス等を紹介しますお金がなくて食べ物が買えず困ったフードバンクふくふく窓口でご相談内容を伺い 生活の立て直し等に有効と判断した際にフードバンクを運営する NPO 法人の協力のもと一時的な食料支援を行っていますお金がなくて病院にも行けない無料定額診療制度経済的に困窮して必要な医療を受けられない方に対し市で相談の上、特別診療券を交付します対象の医療機関を、 無料または定額で一時的に受診することができます就職は決まったけれど給料日までの生活費がない各種貸し付け制度世帯の生活の安定と経済的自立を図るために社会福祉協議会生活サポート基金などの支援機関をご案内します貸し付けにはそれぞれの機関の要件があります 地域で子育て親育てて親子ども家庭支援センター編ママによるママのためのご褒美祭りを開催しました私たち日本ママサポート協会は子育てママを応援したいと集まった4人で活動している任意団体です。育児にに頑張るママたちに日頃の疲れを癒し お子さん連れでも安心して楽しんでもらいたいという思いでイベントを企画運営しています5月に開催したご褒美祭りには市内をはじめ近隣市から約500人の親子がお越しくださいました会場では赤ちゃん向け雑貨や体に優しい食べ物の販売名前入りの雑貨が作れるワークショップママヨガやベビーマッサージの体験コーナーなど ママたちが運営するブースが25も出展されましたどのブースも大盛況でたくさんのママたちの笑顔を見ることができました今後もママたちの笑顔を増やす活動をしていきたいと思います写真がありますキャプションご褒美祭りの様子会場はコミュニティスペース朝日通り大勢の赤ちゃんを抱っこしたママたちが 立ち並ぶ出展ブースをいいています写真終わり問い合わせ日本ママサポート協会メールアドレス大文字 JAPAN.MAMASAPO アットマーク GMAIL.com 見て触れて味わって「国立脳の体験記」 城山里の家をもっと活用しよう城山里の家では団体の皆様に施設を貸し出しています予約制、有料、施設でよく行われている催しの一部をご紹介します子ども保護者交流会子どもたちは城山公園でのびのび遊び保護者の方々はお茶菓子を持ち寄って施設でのんびりお茶タイム 地域の保護者団体に多く見られる利用方法です地域同士の情報交換などもできます国ニ野菜で料理交流会野菜・調味料などの食料と消耗品を持ち込めば施設内の厨房が使えます希望される方は近隣農家での収穫体験もご案内します季節や天候によってはご希望に沿えない場合があります 写真がありますキャプション国立野菜でご飯会を楽しむご家族の皆さん幼児を連れた家族が集まり大きなテーブルを囲んでいますテーブルの上には大皿小皿に盛られた料理が並んでいます写真終わり問い合わせ城山里の家泉5-21-20電話505-5190国立アグリッポ ホームページ HTP t コロンスラッシュスラッシュ KUNITACHI-AGRI.JP スラッシュ以上で司法国立を終わります制作完了2016年6月デイジー音訳編集佐伯房枝音訳構成デイジー構成高橋光子制作は 国立中央図書館でした。